悟空さん、お父さん、お父さん。悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのである。みんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込み、しばらくは平和な時が続いた。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。戦士たちは立ち上がった。だがピッコロが死んだ。ベジータ、ヤムチャ、天津飯、そしてクリリン。たった二人の人造人間のためにこの世は恐怖のどん底に陥った。それから13年の月日が流れる。これはもう一つの世界の物語である。